エファンです。今回日本語に挨拶についてお話ししたいと思います。どうぞよろしくお願いします。早速ですが今から説明したいと思います。皆さんどうぞご覧ください。挨拶という言葉意味が何ですかと知らない方がいるんだと思いますね。じゃあ例に説明したいと思います。皆さん朝例えば6時半に知り合いと出会って、その知り合いに何を言いたい言葉を言いますか。よく知り合いにグッドモーニングと言いますね。スラマンパギとかボンジュールとかグッドモーニングなど言葉を使いますね。そのグッドモーニング、スラマンパギ、グッドモーニング、ボンジュールはこれは挨拶だと言います。挨拶って何のためですか？挨拶は相手のために尊敬する言葉です。もし知り合いと出会って挨拶しないなら、多分知り合いを尊敬することないだと思いますね。知り合い多分気持ち悪いだと思いますね。特に年上の方に会って挨拶しないと、年上の人がこの人は失礼だと思う方がいるんだと思います。だからこの挨拶はとても大切だと思います。じゃあ日本語でどんな挨拶するか多分知らない方がいるだと思いますね。じゃあ最初は挨拶するときお辞儀をします。私は見せますね。おはようございます、こんにちは、こんばんは、そのような言葉を伝えます。はい、お辞儀して言葉を挨拶の言葉を言います。その言葉は、朝ならこの言葉を使います。おはようございます。お辞儀して、もし昼なら、この言葉を使います。こんにちは。こんにちは。はい、夜なら、こんばんは、こんばんは、このような言葉を挨拶の言葉です。はい、そして最後で、日本人は挨拶するときあんまり握手しません。なぜかというと、できれば直接お辞儀して、それは尊敬です。人には違いますね。だいたい握手しますね。サラマッパギ、サラマッシアン、サラマッマラム、こんな言葉を使います。もし握手しないなら失礼だと思いますね。それは文化の違います。はい、じゃあまとめもしましょう。挨拶は何かというと、
相手のために尊敬する言葉ですね。それは挨拶。例えば、おはようございます。こんにちは。こんばんは。など言葉もあります。はい、そして、さあ、挨拶するときにちゃんとお辞儀をします。お辞儀を忘れないでください。そして、挨拶の言葉も忘れないでください。は、以上です。ご清聴ありがとうございます。また次の動画をちゃんとご覧ください。じゃあ。